光武帝、光武帝、光武帝、前六年から五十七年は五冠王朝の初代皇帝。王王による三脱後の新末後漢書に混乱を統一し、漢王朝の最高として五冠王朝を建てた。病号は清祖。四号の光武帝は、漢朝を中興したことより、光、ランを平定したことより、武の文字が採用された。老を得て、職を望む。 心しある者はことついになる。柔らよく、豪をせず、功績皇帝、イコール、三略の引用などの言葉を残している。後書き本に一条下、本殿。中国史上、一度滅亡した王朝の復興を、旗印として、天下統一に成功した数少ない君主である。カニや津国王の金印を、は、日本の奈国の施設に与えた皇帝とされていい。劉州は、 慶帝の子で調査王となった劉発の末裔である。幼少の頃は非常に慎重かつ物静かな性格とされていた。後に憧れの影、霊下をめとることとなる。王毛が全情により、深朝を開くと、集大の政治を理想として現実を無視した政策を実施したため、民心は離れ、国内各地で反乱が発生し、郷土、西、京、 高句麗島周辺諸国、所属の反感を買った。十四年、天王取元年、三島の老屋軍で両母なる老女が県霊に、殺害された息子の仇を討つために死罪を投じて、数千の徒党を集め、反乱を起こした。両母は、県霊を殺害した後に死去するが、一旦集まった軍勢は、法が過酷であり、不税が重いことを理由に解散せず、十八年、 天を取り5年、同郷の半高氏が兵を挙げるとと合流し、一大勢力となった。この軍は、敵味方の識別に眉を赤く塗ったので、赤尾軍と称されている。政府軍である、大志軍、大志、大忠氏と孔子軍、孔子将軍、連単は強引な兵糧徴収などで民進を失い、世間では、むしろ会うなら、赤尾軍、大志軍には会うな、大志ならまだしも、 孔子軍であれば殺されると生やされるありさまであった。また、同時期に、大忠氏が貧民を集結し緑林山を拠点に、反乱を起こしている、緑林軍。22年、地高3年冬、竜州の兄の龍、龍縁が拒兵する。最初は思うように兵が集まらずに苦しんでいたが、慎重な性格と評判であった龍州が参加すると、竜州の判断を信じ判断に参加する者が、 増えるようになった。この反乱軍は、薄月両軍と称されている。拒兵時には、隆州は貧しく、馬を飼うことができず牛に乗っており、緑林軍に合流してから、朝廷軍より捕獲した馬に乗るようになったという、逸話がある。間もなく、緑林軍は、薬病が蔓延したために、南洋を拠点として、新士軍と南軍を拠点とする下井軍に分裂した。 新主軍は、南洋の豪族の平林軍。この軍には、竜州の本家筋にあたる竜元が加わっていた竜の薄月両軍と連合した。後に、この連合軍が、下井軍を再度九州、竜が美で官軍を打ち破った。連合軍が南洋宛城を包囲した後、新皇帝を擁立すべく新主、平林軍の武将らが協議を行った。擁立の動きもあったが、 実績のある有能な人物を擁立すると、自らの勢力が弱体化することを恐れた、紳士、平林軍の武将らはこれを却下し、凡庸な人物とみなされていた、劉玄が、皇子弟として擁立れることとなった。23年、皇子元年夏、皇子弟討伐を計画した王毛は、落陽から100万と合する、戦闘兵42万、残りは輸送兵軍を出発させた。 しかし王網は、軍事の知識、経験に乏しく、政府軍に六十三派の兵法へを同行させる、猛獣を引き連れるなどの常識外れの編成を行った。政府軍は劉州が拠点としていた金浪城を包囲、攻撃した。劉州は野院に常時わずか十三機で、金浪城を脱出、近県三千の兵を集め、金浪包囲軍と対決する。 政府軍は総大将が数千を率いて迎撃したが、劉州やその部下の奮闘により大敗を喫した、今陽の戦い。今陽の勝利に前後して、劉も当て城を落城させている。これにより、劉、劉州兄弟の名声は高まり、その名声を恐れた、孔子帝は両者への牽制を始める。劉原即位に反対していた劉の部下が、高指帝から官員を授けられた際に固辞したため、 公子定はこれを反逆として中殺しようとした。この時、竜は部下を擁護したため、公子定はこれを口実として、竜をも殺害した。この事件に再始竜集はて城に到着すると、公子定に兄の比例を謝罪し、また周囲が竜の弔問に訪問しても事件については一切語らず、自ら再下に巻き込まれるのを防いでいる。今夜をて県での結果を知って、 それまで傍観していた地方の豪族が次々と孔子軍に合流し、孔子軍は短期間で一大勢力と成長した。孔子帝軍は洛陽と長安を陥落させ、孔子帝は洛陽を長安へ遷とする。洛陽が都の城とされていた時まで、劉州は孔子帝と側近たちに今陽での先行と劉の弟であることから危険視され、 中央から出ることができなかったが、河北へ派遣する適当な武将がおらず、広塚里、劉氏が、初夏の子一人分宿あって用いるべしと逝去したために、不妊を命ぜられた。これによって、竜州への監視が解かれ、長安二千とした、孔子帝の調整が乱れ民心を失うことで、竜州に自立の機会が与えられることとなった。十三年、高氏元年冬、竜州は、 河北へと向かう。河北で、劉州が艦丹を離れ北上した際、艦丹で、王老が艦の聖帝の楽院であると称し劉林や李倉と、挙兵、劉州の首に十万個の賞金をかけて捕らえようとた。そのため劉州は、東欧、王派、京ことならわずかな部下を率いて、河北を転戦することとなった。それは、厳しい行軍となり、 国寒の中氷居が焚き火を集め、東風が焚き火を、島目が湯や爆藩で、寒さと飢えをしのぐ状態あったと伝えられている。その後は、王老を拒否し、流州の庇護を求める、新都軍の大守人公とその配下の利忠氏と一万治、治さむ、かなり軍の大守らが流州を迎え入れ、地方豪族の流職、高淳が陣営に加わる。任光、利忠氏、一万治、治む、 劉植、孔順は後世に、雲来二十八将として名を連ねることとなった。劉修は、王老の配下で十四万の兵を持っていた、新帝王、劉陽、漢女による。五漢所は、劉陽に作る絵の工作を開始し、劉陽の妹が、豪族の各政に嫁いで産んだ娘、すなわち、劉陽の名の各世通、後の各皇后を劉修がめとることで、劉陽を、 こうして陣営に組み込むことに成功した。こうして、王老と対峙する中、精鋭の右腕突起を要する両洋軍と、上谷軍が、流州側につき、後世の雲大十八章とされる、クレカン、フノ王両、異常両洋、ケ丹、タン、アダ、マコト、コウ、以上上谷らを派遣して流州と交流した。これにより勢いを増した、流州軍は、王老軍を、撃破。 二十四年月には簡単を陥落させ、王老は闘争中に切り字にする。劉州の勢力を恐れた孔子帝は、劉州を将牢と士兵を解散させて、長安に呼び戻そうとしたが、劉州は、河北の兵定が完了していないとこれを拒否し、自立する道を選択した。その後は、道馬軍なる地方勢力軍を下し、その兵力を旗元に入れた劉州軍は、 数十万を超える勢力となった。二十五年、兼務元年、河内の実力者となった劉州は部下により、皇帝即位を上層された。劉州からの外戦途中において二度までは、孤児したが、三度目の要請には、これを思わんと、返答、赤、福府という新聞を創上された四度目の要請で、即位を受諾し、六月に即位、元号を兼務とした。この年、 孔子帝は、精神してきた赤尾軍に降伏を殺害される。その赤尾軍も、長安やその周囲を略奪し、食料が尽きたことにより、三島への帰還を図った。二十七年、県武三年、光武帝、流州の派遣した大使と東武、生成大将軍兵庫とは、赤尾軍攻撃を行う。一旦は敗北した兵庫とは、その敗れた軍を立て直して、 赤尾軍を撃破、西への退路を立ち、東の義容で待ち構えていた光武帝軍は、戦うことなく、兵糧の尽きた赤尾軍を下して配下に入れた。三十年、剣武六年には、三島を平定、三十三年、剣武九年には、老政を攻略し会合は闇かつ植えて死し、ついだこの海順を降伏させ、三十四年剣武十年、三十六年、剣武十二年に、 食の高尊術を滅ぼし、ここに中国統一を達成した。皇武帝は、落葉を最初に都の城と定め、長安を陥落させた後も、後輩した長安に戦とすることなく落葉をそのまま、都の城とした。漢王朝を一区とする光武帝は、落の山水を嫌い、落葉を美と改めた。また、光武帝は、中国統一と前後してやつの解放や、 租税の軽減、軍事の機能といった政策により、王朝の基礎となる人民の生活の安定を図る。一方、統治機構を整備して支配を確立した、工五56年に、県務中元と改元して、法然の儀式を実施し、その翌年に死去した。前漢末以来の混乱で中国は疲弊し、前漢最盛期で約6000万人となった人口が、 三つ竹三角の時代には2000万ほどに減少していた。この対策として、公武堤は八月解放及び大社を数度にわたって実施し、自由民を増加させることで農村の生産力向上と民進の獲得を図った。徴兵制を廃止して、通常は農業生産に従事させ、有事に兵となす、屯田兵を用い、生産と需要の均衡が崩壊したことによる基金や、 辺境への食料輸送の問題を緩和した。人民の身分に関する政策としては、上記のやつ控え法令のほか、三十五年、兼務十一年には、天地の聖人位多この世界においては、人であることが尊いで始まる見事の利を発し、土偽と領民の刑法上の平等を宣言したことが、挙げられる。また三十一年、兼務七年に、売人法、三十七年、 県務十三年に、略人法を交付し人身売買を規制した。租税については、それまで王朝の軍事財政の不足を理由に、収穫の一、十としていたのを三十年、県務六年に全館と同じく一、三十とし、人民の不満の緩和を図った。この減税が可能となった背景として、トンの施行により、兵士の領食を確保できるようになったことがある。 徴兵を機能させた後、39年、兼務15年に、高知面積と戸籍との全国調査を施行し、人民支配の基礎を固め、国家財政を確立した。もっとも、この高地、戸籍調査の際には、首都のある、ナ南軍や、皇帝の郷里である、南洋軍で不正申告が行われた。両軍の豪族が牽制を有していたことを示す、事件である。 また調査に不満を抱いた地方豪族が農民を急合して反乱を起こすこともあった。王毛が貨幣制度を混乱させたため五漢初期には粗悪な貨幣が流通していたが、40年、兼務16年には全漢武帝以来の五主戦の鋳造が始められ貨幣制度が整備された。以上により統一王朝としての五漢王朝の実態がほぼ備わった。 後部定期における統治機構の整備としては次のようなものが挙げられる。古官は前館の統治機構を踏襲して軍国政を採用したが諸公王、烈公の風優は前館に比して極めて小さいものであった。諸公王の風優も一軍に過ぎず、行進を風行しても多くとも数件を与えるのみであった。王毛が廃した前館の諸行王で三つ竹帝の即位時に地位を 回復された者も37年、兼務13年には劣行に格下げされ、その後に、公部定期に諸行を落とされたのは、彼の同族たる南洋鈴木陵の流子一族と御子たちのみであった。中央政府には大使と大使空、大馬の参考を政治の最高責任者として設けた。もっとも、政治の実務上は皇帝の秘書たる証書が徴用された。その他、 官制軍政については役所を統廃合して、上官の削減を実現し、31年、兼務7年には、地方常備軍である在官、騎士などを廃止して労働力の民間への転換を行うなどしている。混乱期の将軍も多くが解任され、小規模な常備軍を準備するにとめ、財政負担の軽減を図っている。また、財政機関の再編成として、前官では、 提出財政を所管していた勝府の干渉を国家財政の機関たる広塚佐納に移し、提出財政を国家財政に包含させたり、全館では広塚佐納に直属していた国家財政の重要な機関である使用官、鉄官を在地の軍権に属させるなどした。三つ竹三の施策の政治的、思想的特色の一つとして、儒教を進行し、学生、 平成を整備したことが挙げられる。29年、建務5年、落陽に太学を設けて、樹学を講じさせたり14名の故郷博士を設けた時期を同じくして各地に私学が設けられ、当地の学者が門弟を集めて、継承を講義するようになった。また、管理登用制度たる、長距離線においては、高校、連結を胸とする高連の科目が重視され、36年、 県武12年には、光弘らが、毎年一定数の公連を推挙するよう規定された。さらに56年、県武中元1年には、落葉に強化、祭礼の施設として、平等、例題、壁用を設置した。三岳三角が当地の根拠とした儒教は、新遺説と結合したものであった。全館後期依頼左官に行われた。 神異説は予言などの神秘主義的な要素が濃いものであり、王ももこれを用いた。三つ竹三は即位時に常述の赤、福府の予言によったほか、参考の人事や法然の思考の根拠として新聞を用いたこともあり、神異説を批判した儒学者は用いられなくなった。裁判年の五十七年、兼務中元二年には、図身を天下に宣布することを命じた。 対外関係においては次のような施策を行った。東方では朝鮮半島の落老軍で五冠諸島以来の自立勢力を三十年、兼務六年に打ち、軍権制による直接支配を行う一方、半島東方の主張を健康に封じたり半島南部からの入港者を入れて落老軍属させるなど直轄することを放棄した地域では間接支配を行った。大毛が 国に格下げした交栗は32年、県務8年に五冠に徴降し、全冠末以来の王号が復活された。また57年、県務中元2年には、和の名国、稲国という説もあるの使者に対し禁印を授けている。これが、江戸時代に東島で発見された、神威圧国を印だと考えられている。西方では35年、 県武十一年に侵攻してきた共族をバエンに打たせ、降伏した者を、天水、老生、右夫婦の内軍に移住させて、軍権の管轄下に置いた。南方では四十年、県武十六年に、孔子、現ベトナム北部で生じた、シルシ姉妹の反乱に対し、バ馬園を派遣して、これを鎮圧している。馬園は、武力孔子の一方で城郭の修復や、 灌外用水の整備による農業の進行度を行い、また、当地の慣習法を官法に優先させるなどし、軍県制の整備にあたって、現地の習俗を尊重した。北方では郷土が、大網の強硬な外交政策に反発して、以来勢力を増していた。三竹三角は三十年、兼務六年に和信の使者を送ったが、郷土の進行は続いた。ところが十八年、 県二24年に、強度が内部構想により南北に分裂し、南強度が五感に基準した。この分裂により、右岸、千船は強度から離脱した。三つ竹三角は49年、県二25年に、右岸の州庁を皇后に封じ、千舶の兆候も受けた。北強度は五感と和親して南強度を弱体化させるべく51年。 剣武二十七年に使者を使わした。三岳三は和信を認めず、一方で、北京道を討伐する策も尻け、剣白などを与えて懐柔するにとどめた。南朝領原定の勤労氏は、諸葛寮の見解として、三岳三の武将は、関心、周没に引けを取らず、防震は、朝領、陳平に劣らないが、三岳三が神のごとき地望を持ち自ら、 辛抱遠慮を有していた他神科は難事を未然に、防ぐという称賛されにくい功を挙げることとなった。一方構想は素略であったために、長領、沈平、関心、周没が、奇策や攻略といった称賛されやすい功を挙げること、取ったと記す。史実岩の著者志和項は、武力による天下統一から火を置かずして、儒学を信仰した、光つ竹三の志は、明帝。 朝廷に受け継がれ、200年後の曹操すら恐れて、散脱できなかったとし、夏、陰、衆の三代が滅んで、以来、京家による微風は五感において、最も盛んであったと論じている。体系や用紙については、身長7尺三寸、168センチメートル、某の名言将軍、玄雄は、公平を尋問した折、劉衆について、これ、衆。 顎ごひげと、眉の美しき者なるかと述べ、主は、宴席で、甲には日角の、あやり、額の上部が隆起して、太陽のごとき角に見えると述べたことが伝わる。新朝の天王取年間に、長安で、少々収め、ほぼ大義に通じたという。周囲からは、金直な人物と見られており、兄の竜が挙兵した際に、白将に殺されると恐れて、協力を拒んだ者たちが、 劉州も挙兵することを知り、均衡な劉州も挙兵するのかと驚き、かつや寸じたという。また即位の後故郷に行行した際、遠赤で相続の諸母は、文宿は若い頃、慎み深くて、人と打ち解けて付き合うことがなかった。ただ気真面目で乳話なだけだった。今や、このような皇帝であると言った。三武竹帝はそれを聞いて笑って、我は天下を治めるも、 またやわらの道にて行わんと思う、と言ったという。庶民に落とされた薄月良高校、竜明の伝尊のことで時の大芝、玄有に堂々と陳情したり、竜の品格の起こした事件に巻き込まれたこともある。姉子幼長公主、騎が、竜州は、無意無観の頃に逃亡者や、死罪のものをかくまったことがある、と言ったことが記録されている。また、姉、 元向こうの党は下と地方の管理をからかって手配されたり、別件で、ニーノで捕らえられたりもしている。道場、軍数十万を降伏させたとき、公平らがなお安心していないことを知って鎧もつけず、巡察したため、公平らは、将王は真心をもって人を信じて疑わぬ、命を懸けてお助けしようではないか。将王、赤心を押して、人の腹中に置く。 伊豆君助手に当ざ猿を縁やと語り合ったという。皇帝に即位後の剣武年間の初期、資格が首都に横行する時期においても、尾行を好んで遠くまで外出し、狩りなどで遊んで夜中に帰ったため、家臣の幾人かにしばしばいさめられた。あまりに繰り返されたため、怒った家臣に門を閉ざされて、締め出しを食ったことが少なくとも二度ある。戦場では、 多くの戦いで最前線に立って自ら、獲物を振るい、皇帝に即位後の刀を捧ぐ戦、竜飛差戦などでも、大軍を持ちながら、なお最前線で騎兵を率いて戦った。天下統一後は気球でなければ、戦のことを口にせず、皇太子、後の明帝が戦について尋ねても、昔、守るの霊公が軍事のことを問うても、孔子は答えなかった。これは、 お前が関わるべきことではないと答えなかった。挙兵以前に、兄竜と、姉婿明はとずつに行き、常人の最小校と語り合った時、図心を学んだ最小校が、竜州まさに天使となるべしと言った。ある人は、これは、国卒校、竜州、三つ竹三とは、別人イコール解明後の竜のことかと言ったところ、竜州は、戯れて、俺のことじゃないとどうしてわかる 何を用って、僕にあらざるを知らんやと発言、一同の爆笑を誘ったことがある。また中原平定後に、同性の会合から、外交の使者としてきた馬ンと面会したとき、軽装で警護もつけずに現れた。三つ竹三角に、馬ンが、私が資格であったらどうされますと言うと、そなたは刺す、客、資格ではなく得、客、接客だなどと洒落で返すなどしている。不都学で少々学んだ。 学識人であり、御事のりなどいくつかの文章が直筆である。第五輪は、公部帝の御事のりを読むたびに、聖書であると感嘆したという。五漢書、列言十二に、中高の二十八章。前代には、天界の二十八宿に対応したという考えもあるが、はっきりとはわからないとある。もともとは名手が、永平年間に、前代の名神列章に感じて、 落葉にある南宮の雲台に二十八章の絵を描かせたのが由来である。ゆえに、雲台二十八章と呼ばれる雲台には、その後四人が加えられて三十二章となる。これは、後武帝の即位時に主君を盛り立てた建国の昇進中から二十八人を親族外籍を除いて選んだものである。また、公、公順、留職と、親、兄弟、いとこで更新を排出しても、 代表一章で一族が重ならないように選ばれている。二十八将軍で挙兵以前から面識があるのは東武、主の二人だけであり、他の二十六人は自らの地位や地盤を放棄して派生参じてきた。聖座の二十八宿にも着せられ、聖師たる五漢書にも二十八宿説が記載されることとなった。なお、この二十八章を論じた五漢書の文章は文線マーき五十。 指論下に、五感書二十八章伝論して収められている。序列順に挙げるとの二十八人である。また、雲台大には二十八章と並び率、トートール、オーツネ、タクシゲルの四人も加えられ、計三十二人が検証された。雲台大三十二章と称することもある。なお、後進の一人であるバエンは、その娘が、明帝の皇后。 名徳場広后となったため外された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。